オリエンタルランドは14日、東京ディズニーシーに新たなテーマポートを開発する大規模拡張プロジェクトを発表した。新テーマポートの開業は2022年度中を目指すとしている。東京ディズニーシーで8番目となるテーマポートは、魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界がテーマ。ディズニー映画、アナと雪の女王、記事全文を読む。